おはようございます。スミスの中村武史です。辻有人です。はい。中村さん、今日は何釣りましょう。鳥羽でね、はい、ジギングでね、青物釣りましょう。青物釣りましょう。はい、昨日結構釣れてますからね。しかも港から船長今2分言いますから。ちょっと大げさいけどね。多分すぐ目の前で。鳥羽っていう船立てるんですけど、はい、ドテラ流しになれるんですね。あ、今日ドテラで。まあそのポイントでもよると思うけど、はいはいはい、だからいろんな釣り場で寿司もいろいろあったから、はい、まあスミスをタクロ駆使して頑張ってみたいと思います。頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、来た、よっしゃ、バレた。おー、来た。よっしゃ。中村さんの真似して釣りました。鼻も伸びるよね。鬼ヶ島へ。桃太郎は犬、猿、キジと共にフィッシングツアーに出かけました。釣りはみんなを夢中にさせる釣り具の石黒。さあ、ポイント到着しましたよ。はい、はい、僕はね、水深37メートルだったね。はい、めちゃくちゃ浅いです。ドテラ流しなんですよ、鳥羽にしてはね、珍しくね、はい、なのでちょっと160の大振りにつけてますけど、これやってみて。こちらは僕はですね、 120g のメタルフォーカスですね、うん、はい。で、まずはバラサ、サワラ、ハマチ、ブリ、何でも来いです。はい、行きましょう。まあそこそこ大きなイワシを昨日は食ってたって言ってたから、はい、あ、そうなんですね。ジグのシルエットはそんな関係ないと思うけどね。関係ないかもしれないですね、うん。さあ、フォールバイト。ジグはメタルフォーカス？メタルフォーカスですね。120から？はい、120です。よいしょ。ワラサかな？よいしょ。おめでとう。はい、朝一フィッシュやりました。おお、来た。来ましたね。巻きできたね。CS66 はね、こうやってしっかり曲げられるんでね、魚にプレッシャーがかなり曲げられるんで、ファイトは早いですよ。はい、やった、やりました。はい、朝一からダブルヒットですよ。幸先良しです。僕はね、オーブリンの、はい、マーキできましたね。あ、本当ですか、はい、僕はメタルフォーカスのポールでしたね。はい、本来ね、大振りの方が、ここで当たれないけど。あのね、最近調子いいんですよ。巻き巻きストック。本当ですか。はい。ちわけで。やりました。もう、くる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 って巻いて、ピッて止めるとか。くる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 で、こうやってこういうふうに落とすとか。はい。もしくは、くるくるくるってして、クラッチ返すとか。そんな感じのね。ちょっと泳がせて、そうそうそう、止めるような感じ、うん。これが非常に調子がいいんですよ。初めて詐欺。おー、来た。言ってたら来た。くるくるくる巻きのストップでゴゴゴゴってきたね。よいしょー。はーい、はい、オーブリンの130ですね。グリーンゴールド増やしましょう。よし、ちょこちょこちょこ、こういう早巻きのポンとクラッチ返して落としたりとか、まあ、止めるとかね。ウォーブリン、これがよく効くんですよ、最近。おい、たや、ほら、言ってたようにね、くる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 巻きストップってクラッチ返したら止まったんです、糸が。さっきみたいな小さくないけど、よいしょ、はい、ここまたウォーブリン色を変えましたよ。クラッシュピンクブラックだっけ。それほど関心がないという。はい、レベルワインダー付きのベイトリールならではの、
釣り方。おっしゃ、ほら。あ、バレた。バレた。おっ、追ってた。群れで追ってくるね。おい。わらさ。よく釣れますね。もう解説中に釣りましたけども。高速回転のフリーホールで当たって、で、バレて、で、次の高速回転で食いましたね。オーブリン 130g の、ブラックピック。おお、すごい。おお、わらさショー。はい、ありがとう。オーリンのあの、ただ巻きストップ、ただ巻きフォール、これはね、本当によく当たるんですよ、最近。はい、今度はオーブリンの、130ですね。今度はじゃない、一緒やな、130やけど、赤金グローですね。おお、来た。なんとか、中村さんの真似ですよ。中村さんの真似して釣りました。ウォブリンの 130g も早巻きしてホールでバイトでした。でも中村さんすごいですね、この渋い中。鼻も伸びるよね。CS66 一本でしたね。はい、はい、最初 M 使ったけど、今度 ML に 130g 変えてからも ML ずっとそれ通してやってましたけど、はい、バッチリですね。この竿は中段線、はい、うん、そんなに高段線じゃないですね、はいはい、だからバーチカルで深いところでカンカンとしゃくる竿じゃなくて、はいはいはい、今日みたいなこのくる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 巻いたりとかふわふわするね、はい、そういうしゃくりがすごいマッチしてます。だから鳥羽なんかすごく相性が、そうですよね、うん、いいエリアが多いし、いいパターンが多いですから、はい、ぜひぜひこれをね、使っていただきたいと思います。鳥山じゃないですか。そうなんですよ。おー、来た。おー、すごい。来た来た来た。新魚種じゃないですか。はいはいはい、タイでしたね。いい、ウォブリンの130の、シルバーエッジグロー。100g の方がいいかな。まあ、54m。 よっしゃー、ボールで止まりました。ウォブリンでシャクってきて止めてボールで止まりましたね。あ、ワラサやった。ワラサでしたね。はい、ありがとう。さあ、また色変えて釣りました。今度はね、ブルーピンテールグローというカラーですね。オーブリン 130g です。これもホールですね。で、やっぱりお尻の針。今日はこういうかかり方が多いんやね。巻いてる時と落とす時とはやっぱ落とす瞬間なんですか。落とす瞬間から落ちていく最中によく。ああ、そうです、ね。今日はね、あのただ巻きからのクラッチ切ったフォール。はい、これ効くね、はい、この結構な高速回転のこのただ巻きが相当こうブル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 ってこうすごい暴れる、はいはいはい、それがものすごく就業効果があって、はい、そこからの階段ホール、はい、これがめちゃめちゃ効く。これで止めた瞬間もピュッて横向いて、はいはい、で潮に向いてこうフラフラフラってするんだろうね、うん、だからただ巻きのストップボンボンとかね。あこういうのも多いのよ。こんなちっちゃいんかな。あら、なんとシーバスです。トーマス君、なんと魚種がですね、シーバスという。はい、後ろでヒットしますよ。あれ。よいしょ。この竿はね、立てられるんですよ。さあ、何本目じゃ。
今度はフルレーザー持ってきたからほぼ全部映ったんじゃんか。ウォーブリン 130g です。よっしゃ、お、来た。いやどっちか、うん、ちょっと重量感ありますよ、うん、ジグを変える暇がなく地合いが来てしまったので同じジグを投入してすぐにワラサが食ってきました。メタルフォーカスの 120g ですね。ポールでツンと当たってピングしてヒットでした。大きくなってこい。よいしょ。 OK ですね。あー、バレたよ。よし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 、おー、どうだった、やっぱ追ってくんじゃねえ。お、でかいか。おい、ワンバイトあってポールを入れたらそれに食ってきたんですよ。でジグの姿勢が横向いてる時に食ってるんで、これ多分魚の横にかかってると思うんですよ。この差は無理が効くんですよ。こっから思いっきり上げてこれるんで。うらっ、 HSJ の CS66 シリーズのこれ ML ですね。まあ、無理でしょ。無理やと思うんですけどね。はい、 A サイズ、 A サイズ、はい、とうとう無理出ましたね。出ましたね。いやいや、いいサイズじゃないですか。いいサイズですね、はい、僕はね、ピンクです。とうとう持ってきた 130g は前から釣りました。僕はですね、グリーンゴールドですね、同じく 130g の、ウォブリンです。実はセカンドバイトを拾いまして、絶対かかり方がおかしいなと思ったらやっぱりスルーでしたね。はい、一匹目がこのサイズかもしれない。よかったよかった、いい方がかかってくれました。はい。お疲れ様でした。いや、よく釣れたね。よく釣れましたね。まあ今のパターンって、はい、あの早巻きストップとか、はい、早巻きホールで食うじゃないですか、はいはいはい、それにウォブリンが見事にはまった。はまりましたね。今日は中村さんがいち早くそのパターン見つけていただいて。いやいや、割とね、まあ、当たったっつってもピークは短かったんですよね。そうですね。でも僕ずっと釣ってたじゃないですか。そうなんですよ。地合い関係なくコンスタントに釣られてたんで。そう、あのね、早巻きホールのウォブリンのとのその相性が今日もバッチリだったということが判明いたしました、はいはい、まあ放送が3月ということでそれぐらいからですね、多分今年ね、水温こんだけ高かったらね、まだ長く続きますよね、シーズンが。多分春までついで釣れてるんじゃない、ね、青物ね、はい、でそれからやっぱりあの4月とかになってくるとね、のっこみの話題、はいはいはい、これはこっち面白いんでね、ぜひスミスのタックルを持って、いい時間に来ていただきたいと思います。それではまた、次回楽しい釣りをお伝えいたします。さようなら。さようなら。